私は割と透明水彩オンリーで、透明水彩を発表したり透明水彩を教えたりとかしていて、あの透明水彩 の、特にぼかしとかにじみとかそういうのがものすごい好き で、今日はその昔だったら本当にね、透明水彩って何だろうってことで講座をやったりよくしていましたし、今でもそういうのありますけど、水彩を結構描いてる人はその画材の特性とかそういうところにもどんどん着目していって、で今回なんかはかなりマニアックなあのテーマで青の秘密っていうことで、あの青い絵の具のねちょっと特性みたいのをあのやっていただこうかなというふうに思ってます。多少ちょっと毛色の違う感じで、でここが今平板でちょっとつまんないから少しここに濃淡作ろうと思いました。それは濡れてるうちにやればいいんですか？そうです、濡れてる後で乾いた時にやるのと、やるとはっきりしちゃいます。だから今ぼんやりちょっとこの辺がなんとなく濃いなっていうのは濡れてるうちにやらないとダメなんです。こっちよりこっちが暗いで、あの写真の場合はこれ壁自体が薄汚れていて、その影がいまいち分かんない部分もあるけど、でもよく見るとやっぱりこっちよりこっちが暗くなってるってあるんですよ、ね、はい、それをだから強調しちゃう感じです。あの私は割と光と影で描いていくのが好きなので、私のやり方だから別に一緒にやらなくてもいいですけれども、あのそういうやり方をしてここの建物を少し立体化していくっていうふうにやっています。色をぼかした後に撮るっていうのはあのリフティングっていうんです。でこうやって塗っちゃって、で今度はこれが映ってるってことだから、例えばこれを色とこれっぽいような色をここにぼかして、こんなふうにぼかして、この辺なんかも緑で、多分この緑があるからこの緑の色をぼかして、もうちょっとこの緑ここにありますよね、ここぼかして、まあわざわざここ塗る必要ないですけど、こんな感じに。なんかそこにある色をこう動かしていって、で、あ、ここの色やりましょう。ここの色少しこんな感じで、これはだんだんこの色がこう遠くに行くことで奥行きを作ろうとしているって感じですね。だから今ここを描くのを進めてもらったのは、あのだんだん描いてたらここもっと濃くしたいとか、そんな風になってくるとこっちまで変わってくることになるから、ここが一応これで完成したかなってぐらい描いちゃった方がここは決定できるので、はい、これが終わってからこれやればいいかなと思います。でここまでやったら今度はあの細そうな筆で、ちょっと細かいこういうところなんか杭があるなとか、こういうのを書いていったりとか、ちょっと細かいところの仕上げをしてしまえばそれで終わりなので、すぐできちゃうかもしれない。